はい、どうも、ユッキーです。今回はタバコ、喫煙動画じゃなくて、あれですね、巻き髪動画。今回はこちら、マスコッティのスペシャル、ですね。こちらを、ドラム。ね、加湿しましたドラムオリジナル。で、吸っていきたいと思います。ほんと、紙いっぱいあるから、ほら。これをね、さっさとね、使ってしまう。で、レビューして、さっさと使ってしまう。のが一番、手っ取り早い。手っ取り早いんで。よし。それでは。フィルターピュアの、スリム200。ね、これです。これを使って、よしと。まあ、巻き髪を変えて、その他は変えずにっていうスタイルでいかないと。味が均等性取れないからね。うん。マスコッティ。ん？普通の、ペーパーですね。うん、見た感じ、そこまで厚くはないけど、薄くもないですね。うん。そこまで厚くもなく、薄くもなくといったところ。可もなく、不可もなく。それでは吸っていきましょう。これはフリーバーニングだな。おそらく。やはり若干、紙の風味がありますね。ちょっと紙が燃えた時の香りがすごいあります。うん。うん。やっぱりこれぐらいの厚さだと、普通のね、フリーバーニングのペーパーだとやっぱどうしてもね。そういうのはあるとは思います、さすがに。まあ、可もなく不可もなくって感じですけどね。うん、ちょっとでもスローバーニングのような気もするんだよな。だいたい普通の厚みのさ、巻き髪ってだいたいフリーバーニングだけど、意外とこれあんま燃えてないんで、燃えが遅いですね。まあ、可もなく不可もなくてとこでしょうね、これは。うん。
あれ意外とスローバーニングなんじゃないの？もしかして。結構吸うの遅いぞ。気のせいか。スローバーニングのね、悪い点としてはね、勝手に消えるんですよ。燃焼促進剤とかは入ってないから、勝手に消えるんだよね、ほっとくとね。やっぱりこれ微妙だよね。まあ三つ星ってとこでしょう。ご視聴ありがとうございました。